こんにちは、グッピーこずえです。今日は大阪の此花区っていうところでめっちゃ面白そうなイベントがあったんで来てみました。此花バル2018っていうことで、この此花バルのこの4枚綴りで2800円のチケットを買ったら、いろんなお店でなんか特別メニューみたいな感じのが食べれたりするみたいな。焼肉とかお寿司とか、しかもこれ絶対行きたいと思うのがプロレス居酒屋とか、そんなんもあんねやんか。ということで、いろいろ今日は回ってはしご酒していきたいと思います。まずはこのうまいもの屋あずまさんです。釣ってきた魚をあの提供してはるんですよ。すごい、これすごい。本マグロ、生の本マグロ、生の本マグロと冷凍違いますよ。そして木村さんが釣ったサワラですか。おお、これとビールで、うわめっちゃ安い、すごい。まさかのもう一品あるんですね。肉じゃがまでついてくる。うわー、いただきます。絶対サワラ食べてみたい。サワラ、サワラ、もうほんまに美味しくて、しかもビールと生の本マグロとこのサワラと肉じゃがで700円ってめっちゃ安ない？で、なんかお作りのところになんか生姜みたいなのついてて、食べたらめっちゃ美味しいねんこれ。なんかこういうところに愛を感じるわ。もうこの本マグロも大将が中央市場でちゃんと朝競りとか見て、でその行きつけのマグロ屋さんで買ってきてるらしくて、このメニューの銀ガムチェックも赤っていうことで、もうマグロの色と同じやん。マグロ愛めっちゃ感じるわ。こんな感じで、あの肉じゃがもついてきたんですけど、肉じゃがもほんまマジ美味しくて、大将があの関東の東京の人っていう感じだったんですけど、全然味はもう関西人の私にぴったりの美味しい味付けで、で今気づきました、ビールのペース間違ってること。しかも大将がサービスでもつ煮込みを出してくれました。パチパチパチ、どうしよう、ほんまに。いやもうこんなん絶対一杯じゃ足りひん、心に決めました。もう一杯チケットなしで飲むこと。もうめっちゃ美味しくて、で何飲もうかなとか思ったら、じゃじゃーん、ちょっと見て、中太郎。中太郎って何？中太郎注文しました。こちらです。中太郎は甘くないチューハイでした。私甘いチューハイって苦手なんで、これめっちゃ美味しかったです。これやで。すごいこだわりですよね。すごい、これは絵力からすごいわ。いい感じ、芸でしょ。はい、これは白子ですか。白子、タラのマダラの白子。へー、すごい。これ、鮎焼く機械、ね、こんなん、この花区にあるんですね。これ、ここの中に、炭とかで、ね、焼いてるね、画像があるから。はいはいはい、この真ん中のところに炭入れて、そう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 、こうやって鮎を焼く。どんだけこだわってるんですか、すごい。観光プロレス居酒屋リングサイド、絶対おもろいやん、これすごい、もうメニューが面白い。男気ジョッキ、焼酎のリングサイド、闘魂リングサイド。うわ、何このメニュー、何がなんだかわからん。コブラツイスト、馬の助ユッケ、闘魂唐揚げ、ボディスラム、ボングはちなみに特製の餃子とタレ、回転エビ固め、すげえ、グラタン浜田、リヒラリアット、チャーシューリキとかめっちゃおもろいし、最強タック鍋、ほんますごい。なんかお店の店内の壁もこんな感じ。そして何よりめっちゃびっくりするか、バーン、なんかマスクめっちゃ飾ってる。この店内にこのゴングがあるんですけど、餃子を頼んだらこのゴングを鳴らしてくれるらしい。どういうシステム、なんかすごいのもあるし。どういう居酒屋。バルメニューはこのビールとお肉と貝の盛り合わせプレートなんですけど、このメニュー名がコブラツイストが何個、豚バラ何個、
このカイワっていう名前やった。地方地帯で、はい、メニューの名前は仮面貴族でした。仮面貴族。いやもう仮面貴族がね、もう美味しすぎてテンション上がっちゃって、はい、エベスさんかぶってみた。飲みにくい。あーめっちゃエベスさんかぶってごさごさなってるけど、このコブラツイストっていうお肉もポン酢の味ですごい美味しかったです。結構飲んじゃいますな。そして3軒目は丹波屋さんです。いいな。バルメニューはこの中から1品とお酒が1個らしいです。悩んだ結果このカニ爪の酢の物とこの地酒をいただきました。はい、私はカニ爪酢を頼んだんですけど、このバルチケット2枚で金目鯛の煮付け、すっごい大きいね。これがもうもっと大きさ伝わらんかなと思うねんけど、めちゃくちゃ大きいんですよこの金目鯛の煮付けが。でバルチケット2枚で金目鯛の煮付けと飲み物らしいです。いやめっちゃ勝ち組の設定でな。まさか700円でこのカニをほじくることになるとは思ってなかった私。今日の朝はもう700円のチケットで、まさか私はカニをほじくることになるとは思ってなかった。ほんま何回言うねんって感じやけど、ほんまに。で知ってる人がまさかのバルチケット2枚で金目鯛を頼んだということで、私もちょっといただいたんですけども、ほんまに美味しかったです。あれお鍋かなんか注文したんって思うやろ、でも違うねん、カニ爪の酢飲んでました。もうそれぐらい美味しくて、しかもこうやって日本酒もついてくれんねん。なんか私的にいい居酒屋っていろんな調味料がテーブルの上に置いてあって、なんか塩とかなんか一味唐辛子、卵かけご飯の醤油とかもあるし、で七味あんのに柚子七味あるとか、えミニオンのふりかけだってある、えみかん何という感じで、この花丸めちゃめちゃ楽しめました。ぜひぜひお近くの方行ってみてください。ではではでは。